ようございます。医療法人岩木会です。本日の山内クリニックは午前午後ともに通常通りの診療となっております。また明日は明治団地公民館にて第3回目の優しい家族介護教室が開催されます。第3回目のテーマは認知症対応型通所介護管理者による認知症の理解とその対応についてです。明日は10時から明治団地公民館で開催されますので、ご気軽に足を運びください。失礼いたします。